みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほとりんです。はい、というわけで今回はね、かわいい。今回はこのプラ、100均で買ったプラ板を使ってね、鬼滅のプラ板を作っていきたいと思います。イエーイ。ということでプラスアルファで違うものも、違うものも、はい、なんかいろいろ作りたいものをね、そうだね、あるので、今回はね、作っていきたいと思います。はい、はい、というわけで、100均今すごいプラ板の種類があって、特にダイソー、まあセリアとかもあるよね。セリアあるよね、あるんだけど、うん、私たち買ったのダイソーなんですけど、うん、めちゃめちゃ種類あってね。うん、なんか私は半透明選んで、リミが透明を、はい、作っていきたいと思います。で、リミは何を描く予定ですか？ムイムイとムイムイプーさんです。はい、しほちゃんは？私はかなり大きく描きたいと思います。はい、あ、ママ何違うものしてんの？はい、じゃあこれからもう作業タイムかな。はい、そうですね。はい、じゃあもう作業入りたいと思います。なんでないの？はい、じゃあ撮影始めます。はい、リミの顔何、どうしたの？前あった画像なくなっちゃった？なくなっ、私も完全写真写すけど大丈夫？大丈夫だよ。いいね、いいよ。プラ板だもんね。プラ板だからみんな写す。本当にないんだけど。これも写したやつ。これも、うん、あのトレッシングペーパーってやつに写した、うん、写真を、うん、をこれですね、うん、あと携帯の画像も見て、そうだね、できたいと思います。
間かかりました。かかったよね。その間ママ買い物行っちゃったし。下書きして書いたの。そう、リミ全部ね、自分で書きました。目が変な見せた？カメラにちゃんとこんな感じ見て、目怖くないでも上手上手、よかった。で、しほちゃんは私はこんな感じ。おー、かわいい。で、しほちゃんも ね、この写真の顔と前髪だけ写して、うん、あとは自分で書いたんでしょ。上手。はい、いいんじゃないでしょうか。果たしてこう焼くのが ね、いつもうちらちょっと失敗気味になっちゃうんだよ ね、だからギューって縮んでもそこで待って待ってってやらないで、すぐ出しちゃうと。ママ、やばいよ。やばいって言っちゃいけないのよね。気をつけなくちゃ。特にママ。そう、ママ。そう、ママ。メメのシーンにね。はい、じゃあ焼きましょう。焼きましょう。口が変になった。え、まだ言ってたの？あれ、まだ出来上がりじゃなかった、リミちゃん。出来上がりよ。大丈夫？はい、ということで焼いて完成しました。はい、こんな感じだね。はい、こんな感じで、ちょっと、はい、上手にね、焼けたね、珍しく、ね、珍しくよかった、無事で。で、しほちゃんちょっとね、穴開けるの忘れちゃって、キーホルダーにちょっとできなくて、まあ、これ飾っておいてもね、全然可愛いし、はい、いいと思います。またね、作りましょう、キーホルダーはね。作ります。はい、もう作れるから、明日作る、明日作る。もうね、今休校中でね、もういろんなことをできる時間があるからね、また作りましょう。いっぱい作ってもいいしね、もう、はい、で、まとめて焼いてもいいしね、うん、そうしましょうか。はい、はい、というわけで今回はね、うん、フラワーも使って、一応キーホルダーの予定が、まあ ね、まあね、なっちゃったんだけど、はい、カナオとね、ムイチロウくんを、はい、お互い推しキャラを作りました。はい、推しキャラをね、次はプーシャン。はい、また次もリベンジしましょう。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。